大きいとこ回って何もないようだったら細かく。え？指定席にお座りください。座席番号は6のどれ。あ、あ、あ、でかっ。ちっす。え？あ、え？死んだわ。それだけ？それだけかよ。遅えよ、もうちょっと。これさ、向こうから来るってことなのかな？開かないわ。こいつが来る前に抜けるってことはできないんだ。この人でかすぎじゃない？いくらなんでも。貫通してってるよ。はあ、はあ、消えるんだな。追いかけらんないんだ。なんてこったぜ。ここ、行けないんだよ、ここ。こいつが開けた時に一緒についていきたいんだけど、見えない壁があってね、行けないんすよね。4番じゃないとこにいたらどうなるんだろう。例えば6番ぐらい。4番って言ってんのに、6番ぐらいにいたらどうなるの？怒られんのかな？あ。怒られるんだ。なるほどね。ギリギリにいたら捕まらないとかないかな。そこで死んだわ。後ろから突撃するとどうなるんだろう。怒られんかな、やっぱり。チーズ。あ。後ろからお尻タッチも怒られるんだ。通り過ぎた後でもアウトみたいですね。上のバッグは大丈夫。あばっべーやなんなお前、引っかかっとるやん。あ、女の人そこにいるから引っかかっとるやん。何やってんの。これ以上いけないから引っかかっちゃってんじゃん。あ、お前か。待って、お前さ、お前ケツから当たるとどうなるの。あ、ちょっと待って、車内販売の人いない状態でも、え、これどうなの。これ貫通してくんだね。車内販売の人がいるからこの先行けませんみたいな感じでさ、足バタバタさせてたんじゃないの。別にあの人がいなくてもそこで止まるんだ。待って、この状態だと死なないわ。貫通しますね。あー、でもこのドアがこう当たり判定になってるから、この先には行けないようになってるけど。あとはやっぱりでけえな。ここで出てくる異変の人たちみんなでけえんだよな。あー、やられるんだと思ってたわ。ここだ。あ、今引っかかったの。まずいか。いけたいけたいけた、いけたぞ。やつより早く来れたね。来る意味ないけど。これあれなのかな、扉に当たるとさ、俺の予想だとこのドアのところに死亡判定があるのではと。やっぱりそうだ。はいはいはい。ドアに当たるとゲームオーバーになるっていう。あそこにダメージ判定があったわけだね。お姉さんお漏らしてる？違うな。え？水漏れしとるやん。え？水漏れしてるってどういうこと？外は海なの？海中にいんのか俺。え？割れちゃったじゃん。割れとるやん。ああ、水が溜まっていく。これお姉さん？お姉さんハゲちゃった。あ、なんだ今一瞬お姉さんハゲた。あ、でもこれ別に、水中の中になったからといって別に死ぬわけじゃねえんだ、これ。あ、死んだわ。あ、すごい。境界線がある。境界線がある。ほら。すごい、ドア開いてんのに。青は進め、
赤は止まれ。こういうことやんな。危ないな、もう。やるじゃん。危な。突撃。あ、なんだよ、来たけど、あれだな、赤の状態で動くと暗転して終了ってだけだったな。ここら辺か、もうちょっと前かな。来た。ほら、あ、死なない。ぶつかっても死なないわ。残念ながら、だるまさんに接触しても死にませんね。安全な男だった、だるまさん。あー、進めない。だるまくんの横を通ってやろうと思ったんだけど、ダメだね。あれ？止まった？あ、逆走すると止まるんだ。え？なってないのに。もう止まってんのに。あ、面白。逆側に行ってもだるまさんが転んだ止まるのに、こいつはちゃんとスタンバってくれてるんだな。真面目だな。イベントの企画側は放棄したのに、イベントの企画側は放棄したのに、お前はずっとあそこで待機していたのか。お前いいやつだな。あー、狭くなってる、やばい。間に合わなかった。可能性としてはゼロではない。あ、狭くなってる、狭くなってる。これだ。これに挟まれて俺死んだんだな。圧縮されましたね。これ、左右が狭くなってるだけじゃなくて、この女の人も狭くなってるよね。なんだ今。なんで俺、手を挙げたんだお前。多分中に入ると死ぬよな。なんか手離すの何それ。あ、死なない。こっち側だと死なない。あ、死んだ。あ、危ない。ぶつかってみよう。かまん。俺の胸に飛び込んでおいで。うわぁ。まあ、こんなもんか。あ、なんだ？あ、なんか、いないっていうか、なんか、え？あ、地面が上がってってる。地面が上がってってる。ちょ。あ、じゃあ、向こうだ。地面が上がってってる。あ、死んだ。せり上がってきてるんじゃなくって、埋まってってんのか。ね。せり上がるんじゃなくて、埋まるんだ。床せり上がりで、見たかったのは主人公の顔をさ、もうちょっとまじまじと見たいのよ。はーい、主人公の顔こちらでございます。だ、肩が上に上がってんな。主人公こんな顔だったんね。だ、ここね、ここはね、沈むんだけど、ここちょっとね、登るんよ。ほら。ここにね、段差があるの、ほら。階段があるんだ、ここに。ここにいると、別段沈まないんだけど、ほら、ここ走れるんだよ、ここ。ここは走れないんだけど、ここ走れる。なんだけど、ここにいても死ぬんよね、なぜか。ほら。時間経過で死ぬんだよな、これ。先生？あ、え？ん？え？なになになにその、え？あ、なになになに、どういうこと？あ？え、襲われた？これさ、通り過ぎると追いかけてくるってことなのかな？うわぁ！え？あ！来ましたね。これ走り抜けりゃいいんだよな。走り抜けてみよう。怖っ！怖っ！
なんで捕まんだよ、おい。で、後ろから来る。相変わらず怖えな。寄ってき方が怖えんだよな。これさ、こっち抜けて、で、この後、こっち。こっち行くとどうなる？ちょっと待って、おい、後ろで捕まった。おかしいよ。ムーンウォークしてきたやん。こうして、こう。来たー！どこまで追いかけてくる、これ。どこまで追いかけてくる。開けると消えるんだ。あー、なるほど。開けちゃうとダメなんだ。あ、来た。オッケー。はいはいはい。ムーンウォーク。あ、なんで閉まってんの？いやー、貫通してきたー貫通してきやがった。まあ、だろうなとは思ってた。これさ、横に入ったらどうなんだろう。じゃあ、客席を貫通してくるな、お前。え？三。あ？逃げらんなくなってる。ここにあったベッドが倒れてる。え？何が起こんの？これもうループできなくなったってことよな。そして乗客がいない。え？あ、なんか書いてある。新幹線0号東京行きは変わってないよな。え？なんだ？え？あ、触れないんだ。開かないね。開きません。え？今誰かいた？あれ？俺前回気づかなかったけどさ、今最後誰かいなかった？はいはいはい。あれ？あ、こっちパターン初めてだ。残り2。変な言い方だけどさ、あ、待って、あそこに血がある。いつもさ、このイベントが起こった時ってさ、向こう側だったんだよね。向こう側でイベントを起こしてたから、こっち側で見ることができなかったんだけど、これ今考えるとさ、このベッドってさ、あの、現実の世界で主人公が寝てるベッドなんだよね、これ。だから3回ミスるイコール、主人公が死んだっていうことなんだろうね、きっと。で、あの、なんだっけ、ゲーム開始時にさ、あの、ずっとここ開かなかったじゃん。主人公がここで現実世界寝てるから、ここ開けることができなかったんだけど、3回ミスったことによって、主人公が死んでしまったから、こういう血液が付着していて、血まみれになってると。だから主人公が死んでしまったという演出なんだろうね、これが。なんかそんなに襲われる系のはなかったから、検証するものがあんまいなかった気がする。ああ！裏世界行った！なんで？なんで裏世界行った今？なんで俺裏世界行ったんだ今？しかもなんかループした。なんで？なんで俺今裏世界行ったんだろう？なんか唐突な裏世界行った上になんかループした。画面外に落ちるとここに戻ってくる仕様になってるんだ。はっ、でかいなあいつ。追いかけてく、これあれ血便の人、あれ血便の人かな。お、壁、ドアの壁をそのまま。あ、血便さん早い。あー、引っかかった。うわ、まあ、そう、
死神っぽい感じではあるよね。あ、完全に座席通ってくるもんね。座席通ってくるよ、あいつ。そうだよね、貫通してくるよね。あいつなんか背中どうなってんのか見てんだけど、背中見えねえんだよな。